はい、皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理用紙の布目です。すっかりね、こう夏がね近づいてきて、こう暑くなってきたら、布目さん、はい、こう冷たいプロテインって飲みたくないですか？飲みたいです。冷たい、もうそうでしょ、冷え冷えのが飲みたいです。ただね、こう冷えたね水でプロテイン溶かしちゃったりすると、若干ねダマができちゃったりするっていう恐れもあるんで、そうですね、まあ、そういった心配なく冷たい美味しいプロテインを紹介していきたいと思います。はい、おすすめしたいフレーバーですね、こちらビーレジェンドストリートファイター波動拳風味ですね。これどうですか、間違いないですよね。これはもう色からして涼しい色してますからね。まあそうですね、間違いないでしょうね。でまずね、ちょっと簡単に飲み方説明していきたいと思います。シェーカーの方にまず水ね 200ml ぐらい、まあ、お好みで入れてもらって、まあ、いつも通りってことですね。そう、ここら辺はもういつも通りですね、はい、先に水を入れてもらってからプロテインを入れてもらう量も通常の1食分、通常通りで問題ないですね。はい、クルスプーン1杯ですね。で、すり切りを入れていきます。はい、で、もうここですね、普通に締めちゃっていきます。溶けました。いつも通りですよね、ここまではね。ここでね、はい、お家にねある氷をもうこの溶かした状態のものに入れてあげます。よいしょ。おー、でもシェイクできちゃってるんで、もうこれはそんなにシェイクする必要ないと思います。軽くこうやってぐるぐるっと混ぜといてあげれば、こう回して置いておく、冷たくなったかなって置いておくんですか？大丈夫ですよ。あ、もう冷たいと思う。そんなシャカシャカしてもシェーカーね気づいちゃったりするんで、そうです、回してこれぐらいでもう大丈夫です。はい、はい、これで出来上がりですね。もう完成ですか？完成ですよ、はい、じゃあちょっと飲んでいきましょうかね。はい、どうぞ。もう冷たい。そう、もう絶対そんなにシェイクしてないんですけど絶対冷たいんですよ。はい、いただきます。いただきます。うん、冷たい。2割増しでうまいですね。これはやっぱり暑い時期は氷入れた方が2割増しで美味しくなります。ただちょっと一つ欠点として、外ではできないっていう部分があるんですけど、あ、氷がね、うん、なかなかね、そう、まあ、家でねこうゆっくり飲む分にはこうやって氷入れて飲めば2割増しでね美味しくなると思います。やっぱ温度って大事ですね。いや絶対そうですよ。冷えてるだけでなんか全然違いますね。まあ冬場だったらやっぱりあったかいプロテインが欲しくなるように、夏場でしたら絶対こう冷たいものが飲みたいっていう意識が働くと思うんでね、もしねこうちょっと興味がある方はぜひこういう飲み方ねしてもらえればと思います。他の味も試したいですね。そうですね、合いそうなフレーバー。じゃあ私は酸味系が好きなので、じゃあくまモンですね。くまモンですね。くまモンも美味しいでしょ。いやこれは僕絶対美味しいと思いますけどねじゃあくまモンいきましょう。はい、はい、じゃあくまモンも同じようにいつものプロテイン作るように作っていきます。お水200ですね。はい、で、スプーン1杯、はい、泡立ちもダマもありません、うん、じゃあここに氷入れてきます。普通にローリングするぐらいで僕はいいと思います。優しくですね。そうそう、シェイカーが傷つかないように優しく。そうそう、ローリングしてるだけでちょっと待ってればね大体溶けると思いますので、皆さんこれ見てください。撮影用に持ってきたシェーカーがさやかシールが貼ってます。それではくまモン氷バージョンですね、飲んでいきたいと思います。いただきます。いただきます。うまい全部氷も食べてく方針ですね、うん、いや間違いないですね。これも絶対美味しい。絶対これ女子受けします。もう、ね、女性みんな好きですもんね。女子大体好きっしょ。柑橘系女子大体好きっしょ怒られるよじゃあちょっと次はこれどうなのかっていうのを出していきましょうかね。はい、染田さんおすすめは、うん、これなんかどうかね。甘い系来ましたね。ミルキーココア風味ですね。このパッケージ女子大体好きっしょどうですかね。ちょっとまあさっぱり系と続きましたけど、次は甘い系ですよね、うん、ミルキーココア、うん、アイスココアってことですよね。まあそういう感じになりますよね。合わないわけがないな。で作っていきましょうか。はい、綺麗に溶けました。泡立ちもなく泡もありません。氷を入れていきます。
茶飲んできましょうか。はい、それではミルキーココア氷バージョンですね、飲んでいきたいと思います。いただきます。いただきます。うまい。氷入れたら、てか甘みがちょっと落ち着くというか、いい意味でプラスに働いて甘さを抑えられてるような感じが僕は個人的にしましたけど、どうですか？基本的にあったかい方が、甘みって感じやすくって、うん、で加糖は逆に冷たい方が甘さを感じるので、果物とかは冷たくしといた方が常温よりも甘さ感じやすいんですよ、うん、でこれは加糖が入ってるわけじゃなくて、で甘さが多分冷たくした時に少し甘さが控えめに感じるのかなと思います。なるほど、うん、個人的に絶対柑橘系一択かなっていうふうに思ってたんですけど、ミルキーココアが美味しくて逆に驚きました。飲んでみて、合いましたね。そう、合いましたね。氷やっぱり最初に普通に水にシェイクしてるからダマも一切なくて、うん、ね、そうそうそう、スッと飲めましたね。ここ以外でどうですか、みのみさん、これ以外で味以外、うん、そうですね、まあ、どれも美味しそうですけど、一杯飲んどころって美味しそうじゃないですか。コーラです ね、 すごいね。もうストレートにキンキンに冷やしたコーラみたいな感じですよね、うん、僕はあれですね、ドラゴンボールですね、うん、あとラオウですね。なるほど、完全にエナジードリンク系が絶対これからの時期絶対美味しいと思います、うん、ぜひね、お家にあるプロテイン試してみて、良かったフレーバーとかあったらぜひコメント欄の方に書いていただければ、僕もね日常的にね、その飲み方で使わせてもらいますんでね、ぜひ皆さんの美味しい飲み方教えてください。それではね、今日のね、こういう動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。